青山学院横浜へは中学校、高等学校は神奈川県横浜市南区に所在するミッション系の私立中学校、高等学校、青山学院の継続校である、プロテスタント系であり、完全中高一貫校である。1880年10月28日、プロテスタントメソジスト派のアメリカ人宣教師、ハリエット・ブリテンにより、 横浜山手48番にミッションスクール、ブリテン女学校として創立。創立時は男女共学で4人の生徒であった。1886年横浜英和女学校となる。1916年現在地の牧田移転した。1996年、公明を整備学園女子中学校、高等学校から横浜英和学院横浜英和女。 学院中学高等学校に改称する。長らく女子校として歩んできたが、巻き体験から100年後の2016年4月、青山学院大学継続校となり、2018年度から教学となる。青山学院とは、共にアメリカメソジスト派の宣教師によって作られた学校であり、理念を共有している。連携事業として、大学出張講義や、 学問入門講座への出席、渋谷、相模原キャンパス訪問、キャリアガイダンスの実施や青山学院大学への継続講推薦などが行われている。完全中高一貫校であり、2021年度から中学募集が120名に変更となる。青山学院横浜 A は小学校から60名ほどが進学する。1880年9月23日、 ハリエット・ブリテンが来日する。57歳の秋であった。彼女はニューヨークで育ったが、幼い頃転落事故で下半身不随になった。18歳でようやく健康を取り戻すにつれ、宣教師になろうと決意する。20代はアフリカで、さらにインドで二十数年間伝道に捧げた。その頃日本日広市教会で日本布教が計画され、まず、 エリザベス・ M ・ガスリーが志願するが、来日の途上で亡くなった。ガスリーの意志を継いで海を渡ったのがブリテンである。教えるものがなくて、どうして聞けるでしょうか聞かないでどうして、主を信じられましょうか主の最後の言葉は、池でありましたといった彼女の熱い心が、横浜英和学院の石である。明治、大正期には、高知がたびたび変わっている。 山手48番地に創設した後、高知を山手68番、山手120番に移し、1886年男女共学を廃止、女子部は横浜英和女学校と解消して横浜居留地84番地へ移転する。1889年に高知を購入し再び山手244番地に移転し、27年間を 同地で過ごした後、1916年、牧田町に移転した。戦時中、公明に対戦国の A が含まれているのは、ふさわしくないということから、1939年、整備学園と解消する。戦後、元の公明にという卒業生からの強い要望もあり、1996年、公明が横浜英和学院横浜英和女。 学院中学高等学校となる。頭髪は、専門、脱色パーマは禁止している。また、携帯電話の校内での使用は禁止されている。また、芸能活動に類することは一切できない。完全給食となっている。週5日制、50分授業である。主要語教科は、高校の内容を先取りする。かつ木曜の放課後は、クラブ活動をせず。 学習日として、指名制の補修、学力を伸ばす歩行を実施している。また、土曜日午前には、外部講師による、土曜、セミナーを実施しており、数学、英語を1講座70分で展開している。高校では、文系が約7割、理系が約3割となっている。分離は、HR クラスでの区別ではなく、 様々な進路に合わせた選択科目を各自が取って学習する。1クラス39人から45名で5から6クラス編成となっている。20年以上前から帰国子女の受け入れを行っており、現在約60名の帰国生が在籍している。系列への青山学院大学へは2020年度は53名が合格している。 青山学院大学への推薦入学は進学条件を満たす必要がある。進学条件の細かい数字については毎年見直しを行っていることから入学後に公表している。青山学院大学への内部進学枠が全員枠となったことから近年人気が急上昇している。ありがとうございます。